ロックラブということで、岩好きの方は今日は必見でございます。新潟県南魚沼市伊香沢地区でございます、はいはい、新潟県のね南魚沼といえば、はい、八海山、はい、あと越後三山、はい、皆さんそちらに行きますけど、今日はね南魚沼の秘宝金城山に行ってみたいと思います、はい、私のね動画ではね、まあこういうんじゃなくてもあのルートね紹介、グッズ紹介、山のあれこれやってます。あと今日みたいなねハプニング集みたいなのもねありますんでね、まああの若いお兄ちゃんとお姉ちゃんじゃなくておじいちゃんとおばあちゃんでやってますけど、ぜひチャンネル登録お願いします、ここね上り口のところに駐車場じゃないですけど車がね止めれるようなねスペースがあって、ここが登山口になります。近年の大雨水害により土砂崩れ、登山道土砂流出箇所があり、登山に十分な注意が必要ということで、水無しコース、滝入りコース、これに行きます。ここから入ってきます。ちょっとワクワクだった、ドキドキだった。最近登った人いるの？いるよ。ここは、水無しコースと滝入りコースの分岐でございます。水無しコースですが、とはいえ結構路面湿った感じの、ちょっと滑りやすいんで気をつけた方がいいですね。多分平日はほとんど人に合わないじゃないかなと。一回ここね沢に出ました。枯れ沢ですね。対岸まで行くみたいです。標準時間距離は今この下の方に出てると思います、金城山っていうのは新潟県南魚沼市の塩沢地区から見えるね金の文字をとかたどったような山なんですが、山頂近くは結構岩がゴロゴロという感じで、NHK の大河ドラマの天地人の長与兼光と関連するお寺で雲東庵っていうのが出てくるんですが、その雲東庵のこのすぐ近くにあるんですけど、雲東庵の3号ですね、山の号3号が金城山になってます。はい、あと有名な日本史で八海山っていう、まあ、隣町ですけどねありますけども、八海山酒造の親戚に金城山っていうお酒作ってるとこあるんですけど、自分のところで作ってなくて八海山から苗木してですねラベル貼り替えて少数で出してるんで、かなりね地元でもねレアな日本酒としてね珍重されてます。少し明るいとこ出ましたね。巨匠ですね。またここは本当の巨匠、微妙に赤いペンキがついてます。ここにね赤いのついてますけど、上にピンクありますね。左もしくは左側が巻いていくか、それいけんの。草に隠れてね道幅どこまでからがちょっと見極めしにくいんで、熊対策、鈴だけじゃなくてホイッスルも、持ってった方がいいと思います。正面鎖ですね。そこ石滑りそうなんで気をつけて。鎖細いけどちょっとまあある程度浸水しかない。ちょっと引っ張ってみて、そう強度壁、滑るから鎖も滑るから濡れてる。結構なシャドウでねちょっと奥さん苦慮してますけど、こちらは下山禁止のルートなんで、まあ下山危ないですね。ロープとか持ってきたかは知りませんけども、もしなんかリーダーがロープとか持ってたら上まで上がってリーダーが一本垂らしてあげると親切かもしれないね。いやなかなかねこのつかみどころがない斜面なので、水無しコースは下山禁止になってまして、理由分かりました。非常に滑ります。急登り切ってね2合目です。
2合目からね先ちょっと、尾根みたいな、少し緩やかになって歩きやすい山道になりました。ちょっと展望が出ました。ピークがね、いやまだいくらもね登ってないですけど、なかなかの展望ですね。魚沼盆地がコシヒカリの里が見えます。ここはロープが出てきましたね。まあ、ちょっとねシャドウ結構あるんで、じゃれてるとまあじゃないですけど、まああった方が安心でしょう。ここはねロープ使って、このパターンが一番いいかな。ここはまたいでツルツルじゃないんだけど、ちょっと苔っぽくなっててなかなか厄介な感じです。どうぞ。広くなってそうなところが見えてきましたが、よいしょ、ちょっとね今登りきました。一瞬絶好の天気にね恵まれましたというか、この標高の山にしてちょっと良すぎるというか、甲信地方と、東海静岡方面は曇り雷システムあって、こっちはね一応晴れで雷システム低いんで、今日来てみました。またねロープ出てきまして、ちょっとトラロープちょっと嫌なんですけど、まあ、当てにしないですが片手で必ず持った方がいいと思います。手がかりがあるようでないようで、なかなか難儀なんですが、また登り切りまして、正面にピンクリボンがついてます。あーここも景色すごいね。越後駒ヶ岳が見えてますね。トラロープ2つつなげてあって左の方へ上がって感じです。ああちょうど奥さん行ってます今。あんまね信用しちゃダメだけど、まあないよりいいんで、必ず手ではトラロープをいつでも掴めるようにはしといた方がいいです。登り切ってすぐねまたトラロープ下がってます。シャドウも急です。ちょっとね掴む岩って感じじゃないから、いつもの岩好きの人にはちょっと違う意味でちょっと残念かもしれませんけど、痩せ骨ですね。ずっとこういう感じでいきます。日向の尾根登りきた、今度また日陰の尾根に入りまして、少しね楽にはなりましたよ、暑さは。ただね微妙に滑る、非常に登りにくいです。岩肌に打ち当たりました。奥にピンクついてますね。人間トラバースしてきます。ここはね続けて倒れた木の根の上をねトラバースしていく感じですかね。ちょっとね足場があまりよろしくない。ちょっとね道がくねくね岩の間を縫うような感じになってまいりました。岩と土のミックスって感じかな。なかなかねテクニカルというデンジャラスなと言った方が正しいかな。ただここ無理って言ってもこれ下山不可の道なんで、いや実際これね下ったらね絶対転びます。転ぶで済むかな、落っこっちゃうね。
絶妙な角度でね、なんか絶妙な滑り具合でね、絶妙に滑らなさそうに見えるんだよね。岩肌がゴーンと出てきましたね。やっとロクラブの皆様方お喜びの目が取れるんじゃないでしょうか。ほらすごい、これね、こっちは行っちゃダメよね。こっちです。するとあそこに鎖見えますね。ハンガーついてますんで、ロッククライミングのゲレンデになってますね。でもね、ここまでロッククライミングやるためにここまで登ってるのが結構しんどいな、これ。あー、まあ行きましょう。トラバースなんですけど、いやいやいや、なかなか危ない感じですよ、これ。捕まるとこないもんね。やっと鎖が出てきましたけど、ここにしかつけれないんだろうね。今のところはつけてほしかったけど、木の根でもいいです。何が起こるか分からん。これ岩を巻くみたいですね。だいぶシャドウが急になってまいりましたが、この辺が一番等高線の幅狭いような感じになってるんで、これやり過ごせば少し楽になると思います。これ見た目以上にやばいです。ここ奥様がね、未熟なんじゃなくてね、そういう感じなんですよ、ここ。はい、お、見てください、これほんと滑ります。これ掴んでうんぬんっていう感じの目じゃなくてですね、これ滑ってうんぬんのそこ開くさえないの。いや、これ怖いな。怖いから、ちょっとゆっくり行かせてください。ゆっくり行かせてください。落っこしないでよ。捕まると思うのないんだよ。お、また行かないです。ここは怖いです。かなり怖いです。景色は相当いいです、ここ。今のトラバース終わって、ロープでその先もトラバース、あそこもなんかやばそうな感じだね。うん。おお、これすごいな、ここ。ここ鎖ないの？ない。鎖ないの、ここ。え、どこ行くの？あ、この木を行くのか。いや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 、少しちょっと一息入れましょうか。でやります。そこで鎖終わりかな。その先ないの？ある。めちゃくちゃ滑ります。よいしょ。あ、別の鎖なんだ、これ。おお、このね、エグさはね、ちょっとなかなか、ここがね、なんか俺とのまた見とこがね、怖いらしいんですよね。そこどっか右かかんねえかって、しっかり開いて離しちゃダメよ。また一段と急ですな、ここから。結構ね、登ってますけど続いてます、この。道にはついてるといえばついてるんですけど、ついてるから通れるかって言ったら、またそれとはまた別の話みたいな感じで、ストック持ってけば楽でしょって。いや、それとまた違う。ストックあったらストックで、今度ね、手疲れちゃうしね、いざって時掴めないからね、足がとにかく滑るから。ここはね、すごい山だわ。これはね、心してこないとダメな山です、これ。お、
日当たりいいとこ出たか。雲東庵っていうのはね、曹洞宗のお寺で、曹洞宗だったと思うけど、まあ、禅宗なんですよね。禅宗のお寺の三号がついてるってことは、やっぱり修行のために登ったんでしょうね、昔は。先にロープが確認できます。ロープ、トラロープだからね。つかみ系大好きの奥様はですね、どうしてもつかみたがりなんで、岩はね、つかめる感じの岩じゃないんで、ちょっと岩ラブという感じのちょっと岩じゃないんですけど、かといって鎖ラブの道でもないんだね、これ。山頂は1369なので、今1182まで来てますね。またロープですね。もうかなり山頂、さっき8合目過ぎてましたんで、もう近いと思いますけど、ここは岩壁トラバスですね。ここはロープないです。お、なんか開けたとこ出ますね。9合目だそうです。あれが頂上か、正面。はい、はい、避難小屋に到着でございます。避難小屋もうこの時期空いてるはずなんですけど、これをこう車両としてね、使う人は開けてもらえば扱えますね。トイレもあります。きれいに使ってください。避難が過ぎてから開けまして、岩砲がボンボンボンボコボン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 と出てまいりました。素晴らしい。こっち側からね、見るとすごい荒々しいんだけど、向こうの魚の側側から見るとね、おとなしい風に見えてますけど、こっち側すごいですね。いや、これなかなかすごいことになってましたよ。これはまたピンクだ。この下ですね。ロックザラブ。おお、ちょっとここ見に行っちゃう。ちょっと見に行っちゃう。おお。いや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 、素晴らしいですな。お、あそこに石碑があるんで、あたばあそこに山頂じゃないですか。そこになんかやばい感じの鎖が見えるんだけど、うん、ちょっと一角だりみたいだね。ここはね、ロックザアイということで、ちょっと待ってください。俺もね、さっき遠目に見たらね、ちょっとどうやって行くんだろうと思って、ちょっと見せてください。ちょっと見せてください。あ、右に迂回路がある。右に迂回路、こっち。ああ、でもこれだって、この隙間を通ってけっつんじゃないの、これ。ここを通ってけっつんじゃないの。いや、いいよいいよ、水の近くで。あ、こっちにロープも迂回路もあるんで、右に回り込みましたけど、こっちもね、結構エグい感じで。いいよ、こっちも。岩はとにかくこっち側ね、こけてて滑るんで気をつけないと。いいですか、その先どうなってんだ。小道。あ、こっちからも行ける。おう、こっちも行ける、行けそうよ。でもこっちも小道がある。ということで、お前来たね。やっとロックザラブの方々のですね、見たい場面が。でもちょっと待って、この道通れないかもしれない。
いい？ない。ないってどういうこと？すでで飲むんじゃないのそれ。そこって見えないからさ。そうじゃない。向こうに行ったら折り道あるの？あれ頂上？じゃないのかな。あっちが頂上かな。高さから行ったらね、行くのはいいんだけど、同じの打ってこれんだろ。いや、なんかね、あの金城山の金城山っていうプレートがあるところがあるみたいだから、ここはまあちょっと見晴らしだみたいな。とりあえずね、岩の家マリステンさんと深沢神社の三笠山さんと祀ってある岩の上です。ずっとね、こっち魚沼平野正面が坂戸山、小平ピアノとかね、長州穂高とか見えてます。金城山、やっとですね、やっと着きました。いやいやいや、山大変な山でしたね。まあ下りも大変みたいですな。いつものことですけど、そそくさと下山というか、今度ね滝入り講座だっけの方で下山していきます。いきなり、山頂直下鎖でございます。面白いね、向こうにも行っていいよって。うちへ行ってもいいんだね、これ。横ばいするか。これ岩越えてった方が楽じゃないの？岩越えて足どこりが行くの？滝入りコースですかの方へ下っております。まあ、山頂直下だけ岩で、あとはもうまた滑りやすい斜面ですが、向こう側よりは緩いか。下りもね、なかなか滑る感じで、ちょっと見たよりも危ない感じだね。下りもね、鎖出てきます。うん、まあちょっと頼りたくないですが、ちょっとまあ頼らざるを得ないというかところがあります。空が広がる尾根道になって、いやー、いい景色ですね。魚沼盆地がよく見えます。こっちの草の方太いな。下りの方の上りで使ったルートの方のなちゃんち草だって、こっちはしっかりした草だ。ん、トラバスすんの？下行ってから行けないんだ。これで上、こう行くのか。この岩の上行ったわねのか。ちょうど7合目近く、分岐します、道が。この、ここのところ。で、うちらは、伊香沢大月コースへ行きます。はい、右へ。だって2つだったら右でしょ。鎖場続いております。6合目あたりでまた鎖場ですね。これ長いね。だいぶ降りてきまして、ちょっとね、沢の音が聞こえてきましたけど。ちょっと足元がね、見当たりちょっと怪しいんで、慎重にしてますけど。結構こっちのルートも鎖
シャリ多いよね。向こうより多いんじゃないかな。多いよ。シャリがたくさん売ってある。うん。保証ですか。保証ですね。保証だけどね、岩が滑るんで。いやー、綺麗なナメタケですね。タオル洗わなくて、ここにもロープあります。降りてますね。一旦川っぺりに出るようです。だいぶね、一昨年の台風だかどうだかわかんないですけど、道がね荒れてます。ルートが変わってる感じですね。ただピンクついてるんで、定期的に辿っていけば問題ないと思います。海跡、まあここら辺はまだいいですけどね。なんかもうすごいっす。2合目まで降りてきました。塗装して向こう岸に行きます。しっかり持って、そのままぐるんと遠心ずっとこっち来て、そう、一番下の石の段が結構毛上げが高いんで、沢下り、もうロープまで出します。え、やばい、もう靴ぐちょぐちょ。ニューヨーク市行ったらいいのよ。ここは暗くしたんだけど、左側がものすごい池になっちゃってるから、右に渡った方がいいかな。じゃあ見渡す。なんでこれをさ、こっちに行かないんだろう。いや、もう終わりが近い感じです。うん。はい、ね、分岐点戻ってまいりました。はい。はい。ピンクリボン見たときには、もう高かったと思った。いやね、過酷なアドベンチャーになりましたね。一応ね、ロープとかね、最低限の懸垂の道具全部使いました。もうズボンもびちゃびちゃ、靴の中びちゃびちゃ。まあ残骸持ってからいいんですけど、南は魚沼の秘宝金城山、いかがでしたか。ルート通りの下りで2合目まで来たのに、どうしてこういうことになったのかが本当に我ながら、どこでピンクリボンがなくなってしまったのっていうくらい不思議で、でも今回は沢が1本っていうのが分かっていたので、沢を下れば
まあ帰れるであろうということで、本当はやっちゃいけないルートなんですけど、まあね、うん、でも最後に滝入の正規ルートに戻った時にはものすごく安堵しました。いやね、2人ともね、うん、お尻までズボンと2回ぐらいずつやってますし、もう最初はねちょっとやばいなと思って、もう一回弾けたら、まあ、割とサクサクいける。でもねちょっと不安だったね。おすすめはしません。ただ好奇心旺盛でそれなりに、山のねスキルがある方、山頂がまたね、ガンホーガンホー走りで速くるんで、ガンホーすごいなあれ。いやね、これね、人が少ないのね、理由分かるんですよ、登山道行くと。ただね、山はね、眺望も素晴らしいし。今日、誰とも会いませんでした。今日、誰とも、あ、蛇2匹会いましたね。蛇2匹ですね。蛇2匹会いました。あ、いきに猿2匹会いました。そうですね。ということでですね。戻ってきました。はい、戻ってきました。はい、また次回も見てねー。疲れた。疲れました。